デビッド・エドワード・フェルプスは、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のトロントブルージーズ所属。愛称はフェルプシー。ミズーリ州で過ごした高校時代は、バスケットボールと野球の両方をプレーしていた。2005年の MLB ドラフトでは、ミズーリ州内で6番目の期待の新人との性暴を得ていたが、 ノートルダム大学への進学を希望しており、指名されなかった。ニューヨークヤンキース時代2008年の MLB ドラフト14巡目で、ニューヨークヤンキースから指名され、6月12日に契約。2010年はトリプル A 級スクラントンウィルクスバリヤンキースへ昇格。12試合に登板して4勝2敗、防御率3.07、57奪三振を記録した。 シーズン途中には、イースタンリーグのオールスターゲームに選ばれた。2011年2月25日に、ヤンキースの2010年度マイナーリーグ、ピッチャーオブザイヤーに選出された。この年は、トリプル A 級、スクラントン・ウィルクス割でプレーし、18試合に、先発登板して6勝6敗、防御率3.19、90奪三振を記録した。 オフにルール5ドラフトにかかるのを回避するため、40人枠入りを果たした。2012年4月4日にメジャー昇格を果たし、8日のタンパベーレーズ戦でメジャーデビュー。3点を追う8回裏一死から登板し、無失点に抑えた。当初はロングリリーフだったが、フレディ・ガルシアが不審で先発ローテーションから外れると、先発に回った。アンディ・ペティットが昇格して、 リリーフに復帰したが、CC サバシアの故障者リスト入り期間には再び、先発を任された。先発投手としては11試合に登板し、57回、1、3を投げて、防御率3.77の記録を残した。2013年7月6日に、右腕の故障で15日間の故障者リスト入りし、8月15日に60日間の故障者リストに移動。 9月14日に復帰した。2014年は開幕ロースター入りし、開幕後はリリーフとして9試合に登板していたが、5月からリバンロバやマイケル・ピネダが故障で離脱したため、先発で起用されるようになった。その後はローテーションに定着していたが、8月4日に右肘の故障で15日間の故障者リスト入りした。9月12日に復帰し、以降はリリーフに戻った。 2014年12月19日に、ネイサン・ヨバルディ、ドミンゴ・ヘルマン、ギャレット・ジョーンズとのトレードで、マーティン・プラドと共に、マイアミ・マーリンズへ移籍した。2015年は、フルシーズンではなかったが、先発陣の一角として23試合に投げ、うち19試合で、先発登板した。4勝8敗、防御率4.50、33死球、77、脱三振。 ホイップ1.36という、かもなく、不可もなくといった成績を残した。2016年は、リリーフ起用に比重が置かれ、64試合で先発で、投げたのは5試合だけだった。リリーフになると才能が開花し、7勝6敗4セーブ、防御率2.28、ホイップ1.14という素晴らしい成績をマーク。また、飛躍的に向上したのが脱三振能力で、 862、3回で114脱三振、脱三振率11.8というハイレベルな数値だった。2017年7月20日に、パブロロペス、ブライアン・ヘルナンデス、ブランドン・ミラー、ルーカス・シラルディとのトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。同年は2チーム合計で54試合に投げたが、防御率3.2404勝5敗、ホイップ1.38と、 前年よりもやや落ちる成績となった。2018年の開幕直前にトミー・ジョン手術を受けることとなり、同年のシーズンは全休する見通しとなった。オフの10月29日に FA となった。2019年1月12日にトロントブルージェイズと250万ドルの単年契約を結んだ。2019年7月30日に トーマス・ハッチとのトレードでシカゴ・カブスへ移籍した。オフの11月4日に FA となった。2020年1月30日にミルウォーキー・ブルワーズと150万ドルの単年契約を結んだ。オプションとして2021年シーズンの選択権を球団側が所持し、バイアウトの際には25万ドル支払われ、最大190万ドルの出来高が含まれる。 2020年8月31日に後日発表選手3名とのトレードでフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。オフの10月28日に FA となった。2021年2月11日にフルスのブルージェイズと175万ドルの単年契約を結んだ。オプションとして最大75万ドルの出来高が含まれる。5月5日の試合での8回に行った 投球練習中に痛みを感じ、5月6日に故障者リスト入りした。基本的に平均約時速 145km のフォーシーム、同級速のツーシームに時速 140km 台のスライダーを主体としたピッチングをする。他には約時速 134km ほどのチェンジアップ、約時速 125km のカーブ、約時速 145km のカッターも投げる。 2012年5月22日、妻のマリアとの間に第一子となる女児、アデリーンが誕生。翌2013年12月には、次女エルウィズ・スーザンが生まれている。ありがとうございます。